56キロ契約大崎浩輝 VS 城聖。この試合の試合です。56キロ契約3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。赤コーナーが大崎浩輝、そして青コーナーが城聖の一戦ということになりました。この試合も解説はブラックパンサーベイノア選手、そして宮崎小池選手です。お二人どうぞよろしくお願いします。お願いします。まずはベイノア選手、両選手の対戦なんですけれども、2016年に戦ってまして、その時には大崎の勝利ということになっています。なるほど、2016年、はい、6年ぶりのマッチ、リマッチですね。もうその時とはもう相当変わってるでしょうからね。いや、変わってるでしょうね、どうなるかっていう。でもね、後期は強いですからね。そうですね、強いですよ。数々のタイトル持ってますからね。いや本当にこの間も肘ありでとんでもない試合やってましたから、はい、それでその熱のままここ来ちゃって、どんな試合見せてくれるのっていう、今日ちょっともう激戦続きですからね。あ、そうですね、ちょっと楽しみですね。さあ試合が始まりました。グローブに赤いテープが巻いてあるのが大崎浩輝、そして青いテープが巻いているのが城聖です。宮崎選手、この大崎ですけれども、今年スーパーフライからフェザーに階級上げたんですよね。そうですね、そうですね、体重がどう影響するのかな。6キロくらい違いますもんね。2個上げたって感じですか。そういうことですね。そうですね、はい、でもよりパワーが増しているとは思うんで。そうですね、確かに倒せる、もともと倒せるものを持ってて、それにパワーがついたっていうなると、すごく楽しみですね、はい、ですね、はい、どんどん前に出ていきます。まあ、ですから階級を上げると、そのスピードだったりとかっていうのがどういう風になるのかっていうのも気になるところではあるんですけれども、やっぱり、いや、今のパンチベイノ戦どうですか。完璧ですね、左フックから右ストレート、相手を捉えていきました。前蹴りしてますよ、パワーがあります。めちゃくちゃ強い。ここでまたダウンを奪っていく宮崎選手、どうですか。いや、すごいですね、衰えてないんです。衰えてないですね、早いですね、早いですね、上がってんだろうな。あ、結構効いてますね。いや、まだ第1ラウンド残り半分あります。軸がすごいですね、パワーと、この相手に、あー、行きました。ちょっとこの余裕の表情です。パワースピードがえぐいですね。ですね、相手に何もさせない状態で勝利をしっかりと手にしました。ただ強さが強くなってくるんですね、シンプルに強い。いや、試合が始まってから本当に自分のやりたいことを全てやっていったという感じになりました。1ラウンド1分35秒という KO タイム、勝ちました大崎選手には岩本製作所様より記念トロフィー。宮崎選手、本当にパーフェクトでしたね。いや、すごかったですね、昨日の会見でも本当に何もさせないっていう風に言ってたんで、その通りの試合だったなっていう風に思います。はい、この右ストレート、この当たりも本当に的確に相手を射抜いていきました。何かベイノ選手、こう喋る間もなく終わってしまったっていう感じですよね。本当ですよね、喋らせてくださいよって感じなんですけどね。そんなことは考えない、相手を倒すだけなんだという感じで、この余裕の表情を見せていきました。前日会見の予告通りという結果になりましたが、はい、大崎浩輝選手にコメントをいただきます。答えるんでしょうか、行きましょう。そうです、大石城の大崎浩輝です。本日は、こういう状況の中、会場までお越しいただき、そしてアベマで応援してくださった皆様ありがとうございました。そして泉選手、ありがとうございました。通過点だと思ってるんで、この結果はもう良かったなっていう印象なんですけど、当たり前だと思ってたんで、しっかりそこで結果出したのは良かったかなと思います。で、ちょっと2つ言いたいことがあるんですけど、今後復帰戦 57.5 でやらせてもらって、で今回56だったんですけど、今後55キロバンタム級でやるんで、
まあ、ランカー一人ずつ踏み台にして絶対王者の鈴木選手をベルトを奪い取るんで、その過程を注目してもらえたらなと思います。であと今回全然本当ダメージないんで、まあ、8月21日の大阪大会出ます。はい、伊藤代表とかアベマの関係者の皆様お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。選手会場ということで、見事1ラウンド1分35秒で勝利をしました。大崎幸喜、見事な KO 勝利を飾りました。